こんにちは。雨がすごいです。これから外に出ます。すごいですね、雨がね。さっきこれズボン入って、ここにこれチャックついてるポケットあるんですけど、なんか入ってんなと思ったら、2000円入ってました。嬉しいです。あとね、今日ね、昼ご飯、雨降ってるからコンビニでいいやと思って、なんかつけ麺のセットみたいな。冷やしつけ麺。でね、僕ね、つけ麺っていうものを、一回しか食べたことない。外で。ラーメン屋さんでよくつけ麺食べてないですよ。一回だけ食べて、なんでこれラーメンの麺わざわざそばみたいにタレにつけて食べる。最初からタレの中入ってればいいのにと思って。それで食べるのめんどくさいなと思って。それから食べてなかったんですけど、今日なんとなく買ったの。だからね、つけ麺のその、つけるタレに対しての知識があんまりなくて、あんまりないっていうか、あんまり、あの袋見た時にすごい濃い色のなんかチェロいの入ってて、ちょっとね、なんちゅうだろう、水っぽい感じじゃなくてドローンとしてる感じを抱いた。あ、これなんかちょっとねちょっとした感じのものかなと思って勘違いしちゃって、シュッて開けてね、もうそれこそなんかねちょっとした感じだなと思ってるから、ビュッてこう押しつつの、おりゃってやったら、いやーってタレ一気に出てこぼれました、ね、勘違いがね多いんですね。あとこれはね、勘違いっていうかただのボケだったんですけど、昔あのコーヒー豆を一袋全部あのひいたやつ買って、なんかわかんないけど開けてね、僕ね何しようとしたんだろう、中になんか硬いものが入ってるようなつもりになってね、傾けちゃったの、ザって。そしたらね、半分ぐらいね床に落ちました。ジャーってびっくりした。あれは何だったんでしょうね、ちょっと覚えてないけど、とにかくびっくりしましたね。それでですね、今日の1分間レッスン、1分間レッスンどうぞ。はい、1分間レッスンです。じゃあ行きますよ、1分間レッスン、よーいスタート。はい、今日は姿勢ですね。楽器をね、演奏するときはね、姿勢をすごく大事なんですね。僕昔フルートをやってたんですけど、まあ、フルートはね、特にこう息を出したり吸ったりする楽器だから姿勢がすごい大事なんですけど、やっぱドラムもね、あの姿勢大事、姿勢少し変えるだけでね、プレー変わりますから、ね。まあ、フルートの話してもしょうがないんですけど、フルートね、ちょっとね、姿勢こう良くするだけでね、音が良くなってね。ドラムはね、姿勢を良くすると安定するから、あの演奏が少ししやすくなる。で、姿勢を良くするって言ってもこうやってピーンって気をつけみたいな、ピーンってやんなくていいんですよ。ピーンってやってたらこう力入っちゃってるから。ただなんちゅうのこう、あーみたいな、背中丸めてよし行くぞみたいな、ワン、ツーじゃなくて、少しなんちゅうんだろう、腰を前に出すみたいな、別にこう胸張ってピーンじゃなくて、ちょっといい姿勢するぐらいのつもりで、あともリラックスして。意外にね、姿勢変えたらすごく叩きやすくなったとか、あとね、バスドラね。バスドラ踏むときにね、やっぱ姿勢悪いと踏みづらいです。はい、ありがとうございました。ブガレスでした。いやー、今日蒸し暑いですね。なんでしょう、これは。はい、今日はね、ダブルの2打目が、白の頭に来ると難しいよっていう話なんですけど、まあ、ダブルストロークできる人、例えば、そうですね、こう鳴ってて、ダブルストローク。これ表から、右右左左ってやるんですけど、一個ずらして叩くと、
ダブルの2個目の音が角の頭いきますよ。右手1個パンって入れたら、そっから左左右右ダブルする。でこれはね、あの結構フィルとかに、速いフィルとか打つときに便利で、かっこいいフィルができやすいんですけど、まあね、これは連続でやるからある程度できるようになるまでのね時間は短い。難しい言い方してるけど、要はその練習すればできるちょっと比較的、簡単じゃないんだけど比較的早めに。でただこれ連続だもん、一回コツ掴んじゃったらあとずっと連続だから、あのやりやすい違う、まあ、こういうことね。ワン、ツー、スリー、フォー、ここはダブルの2個目が頭になる。はい、これはいいとして、今日はですね、レッスン中に見つけた非常に際どい、なんだか知らないけどすごい難しい6連のパターンなんですが、まあフィルにも使えるんですけど、いろいろね、レッスンの時やってる時に、ね、この手順はなんかあれだね、錯覚を起こすねみたいな手順があってですね、それをね発表したいと思います。6連200分の手順ですよ。いきますよ。さあどんな手順でしょう。まず右手、左手、右手、左手、左手、右手、右手、左手、右手、左手、あれ？右手、左手で終わりですね。遅すぎて分かりづらいと思うんですけど、タッ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 。2拍目は1拍ずつ見ると別に何の変哲もない、右から右スタートのオルタネートなんですけど、ダブルの2個目なもんですから、あのすごいね、右手が6連の裏を叩いてるような錯覚に陥るんですね。ぜひね、ちょっと皆さんも試してみてください。ちょっとやりますけど、タタ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 。さあどうでしょう。タタタタタ、一応ねこう白の頭に今アクセント分かりやすくつけてますけど、これねかなり難しいですよ。これ まあ、あと塊で言うとね、右左右で3、右右左左で4、そして、左右左右左の5、一応塊で言うと、もしくは言い方によっては、見方によっては3、4、5となってるんですけど、とにかくね、これね、まあ、ゆっくりならいいですけど、だんだん速くなってくると、右手がね、裏みたいに、面白かった。ぜひチャレンジして、お試しあれ。で、これ、なんだかやりづらいっていうことはね、何かそのやりづらくなるための要素が含まれてるから、それを消すために練習すると、他のねいろんなこう何でか分かんないけど右手がさあの裏になってるような錯覚に陥るような手順とかなった時に惑わされないでいけるようになると思うんで、だから僕もね多分これ錯覚を起こして右手が何だか知らないけど裏みたいに感じたりしそうになるっていうのも未熟なんですね。またね、もうね、どん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 、やればやるほど未熟なところを発見してしまう。大変ですね。やることがたくさんで。まあ、フィルとしてなんか使うとしたら、例えば、右手、まあ一応タム振り上げると、ドツタタタドドツドタ、あれ？ドスタタタタタスドタンジャーンってレッスンではやってたんですよ。そのフィル。最後まで埋めた時に、やりづらってなって。
タスタタタタタスとタンタンタン、ドスタタタタタスドスドスタタタタスとタンタンってやってる分にはそんなに難しくなかったんですけど、最後まで手順埋めた時にね、やりづらってなって、これはなんかやりづらいっていうことはやんないといけないじゃないかっていうね、発見になったんですね。ちょっとぜひお試ししてみてください。できない人は練習して今よりも少しできるなっといた方がいいのかなと思いますけど、はい、ありがとうございました。